回チャンピオンとなる攻撃的な子供だった。天才はドイツケルペンに生まれた。父と母が働くカートコースで思う存分走った。ドイツとヨーロッパで彼に勝てる者はいなかった。二人は二十歳で出会った。互いに切磋琢磨し競い合い、未来に向かって突き進んだ若き日。歳月10年、しのぎを削った二人の戦いは世紀を超えた。対決最終章。この放送はブリヂストンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。